ローマ帝国ローマ内戦では、68年から70年の間に起きたローマ帝国の内戦について記す。なお、ローマ皇帝として4人が次々と擁立された69年は、特に4皇帝の年とも呼ぶ。この内戦を治めたウェスパシアヌスは新たに皇帝となった。皇帝ネロは母の小アグリッピナ、妻オクタウィア、死のセネカ、そして多くの元老院議員を次々と死に追いやり、また第四次パルティア戦争で多大な功績を残したコルブロやゲルマニア司令官2人を反乱の疑いで自死に追いやり、ローマ軍内部でネロに対する不満が高まっていた。そしてついに67年、ガリア・ルグドゥネンシス総督であったガイウス・ユリウス、ウィンデクスがガリアで反乱を起こし、ガルバを皇帝に擁立した。ゲルマニア・スペリオルの軍団を率いるルキウス・ウェルギニウス・ルフスは、ウィンデクス追討のために、すぐに軍を移動させて、反乱を鎮圧、ウィンデクスは自死した。しかし、この最初の反乱に呼応する形で、ヒスパニア・タラコネンシスの総督セルイリウス、スルピキウス・ガルバもネロに反旗を翻し、隣のルシタニア総督オトもこれに加わった。当初、元老院はガルバを国家の敵として弾劾する。しかしガルバがローマに進軍を始めると、もともとネロから距離を置いていた元老院は今度はガルバを皇帝に推挙し、逆にネロを国家の敵とした。またガイウス・ニュンピディウス・サビヌスによって、プライトリアニが買収され、ネロは直属兵力であるプライトリアニにまでも裏切られる。ネロはガルバがローマに入城する前に自殺した。ガルバはタラコネンシス属州総督としても名声があったが、即位当時すでに65歳であり、その政権は活気を欠く面があった。いずれにせよ元老院からの要請を受けて、ローマへと出発する。彼を支持する軍隊は、第6軍団、ウィクトリクス、第1軍団マグリアナ・リベラトリクス、第1軍団、アディウトリクス、第3軍団アウグスタ、第7軍団ゲミナであった。ガルバはローマまでの期間中に自分を支持しなかった、地域に重い罰金を課すなどして、地域民の支持を失い、ローマに帰還してからもネロが行った改革を無効として、ローマ社会での重要人物の支持を失うなど、失策を重ねた。またガルバは陰謀を極度に恐れ、多数の元老院議員やエクイテスを裁判なしで処刑した。69年1月1日、ウィンデクスの反乱を鎮圧したにもかかわらず満足な見返りを得られなかった高地ゲルマニア属州の2軍団は一致してルフスを皇帝位に推挙した。しかしルフスはこれを拒否し、代わりにゲルマニアインフェリオル総督、アウルス・ウィテリウスを皇帝にする、よう推薦する。翌日低地ゲルマニアの軍団もこれに同調し、ゲルマニアで反乱が勃発。ガルバはこれに対応するため、人格者として知られたピソを養子にし自分の後継者だと発表したが情勢は変わらず、逆に一貫して彼の協力者であったはずのオトーの支持を失ってしまう。オトーは自らがガルバの後継者になれないことを知って落胆し、ガルバがピソを後継者に指名した5日後に2人を殺して皇帝に即位した。オトーはこの年36歳と若く、また、ルシタニア総督時代は前世でなお知られており、兵士からも人気があった。また、ネロの側近で、ローマ市民の憎悪の対象であったガイウス・オフォニウス・ティゲリヌスを自殺させて、ローマ市民の関心を買った。だが、すでに放棄したヴィテリウスの軍勢は止まらず、オトー就任後もゲルマニア軍団を率いて、ローマへの行軍を続けていた。幸いにして、ドナウ軍団が積極的にオトーを支持したため、彼らを急遽呼び戻し迎撃させた。両軍はクレモナ近郊で激しい戦闘を繰り広げた。オトーの軍は初戦に敗北するが、まだ兵力に余裕があり、十分に挽回の可能性があった。だがそれにもかかわらず、敗戦の報を聞いたオトーはあっさりと自殺した。わずか3ヶ月間の帝位であった。市民間の流血を避けるため極めて早い段階で、自死したオトーは、それまでの正確態度とも比べられ、多くの市民の感嘆を得た。後にタキトゥスは、その死に様について、カエサルよりも、マルクス・ポルキウス・カトウッティケンシスよりも偉大だと述べている。勝利を収めたアウルス・ヴィテリウスはそのままローマへと入城した。前述の第1軍団ゲルマニカ、第21軍団ラパクスに加えて第1軍団イタリカ、第5軍団アラウダエ、第15軍団プリミゲミナ、第1軍団マクリアナ・リベラトリクス、第3軍団アウグスタの強大な軍事力を背景としたヴィテリウスの前に元老院もなすすべはなく、帝位を与えることを即座に認める。しかし、ヴィテリウスはそもそも帝位を得た後の政策について、明確な方針もなく、単に軍団に、神輿として担がれただけの皇帝であった。ヴィテリウスが皇帝であった時代は、前の世代の人材が随所で活躍していたので、行政面での問題が少なかったが、結局ヴィテリウス自身が、新たに定めた法律などは一つもなく、即位後の彼の事績として残されているのは1日の食費が10万デナリウスも要したなどのみである。ヴィテリウスのローマ入城の際には、市民の間にも、さしたる動揺はなかったが、やがて日が経つにつれて、ゲルマニア兵の素行の悪さが、ローマの治安の悪化につながるようになった。また、第一次ベドリアクム海戦でオトー川に着いた、ドナウ軍団のケントゥリオたちを全員処刑したことで、ヴィテリウスの人気は急激に低下する。ローマ軍団の兵士とは、ローマ市民権を持つローマ市民でもあり、前皇帝であったオトーの命令に忠実に従うという軍団兵の義務を守っただけの彼らが処刑されたことで、多くのローマ市民は新皇帝に対する不信感を強めた。ローマの混乱が続く中、シリア属州で、ユダヤ戦争の指揮を取っていた将軍、ウェスパシアヌスが新たに帝位に名乗りを上げた。ウェスパシアヌスは、ローマにとって最大の敵国であったパルティアに対する備えとして、設置された4個軍団を配下に収めた。さらに、今までガルバを支持していたアフリカ属州の第3軍団アウグスタ、第1軍団マクリアナ・リベラトリクスが、ウェスパシアヌスを皇帝として支持。またエギプトゥスの総督であったティベリウス・ユリウス・アレクサンデルが明確にウェスパシアヌスの支持を表明、当時地中海最大の都市であったアレクサンドリアの富を背景にして足場を着々と固めていった。他方でバタヴィ族出身のガイウス・ユリウス・キウィリスが反ヴィテリウス、親、ウェスパシアヌスを掲げてゲルマニアで挙兵。バタヴィ族やブルクテリ族といったゲルマン系以外にも、トレウエリ族やリンゴネス族等のガリア系部族も急合して、ヴィテリウス支持のライン側一帯のローマ軍基地を次々と攻撃した。レトリオンフデティトゥス、ティトゥスの外戦ジュリオ・ロマーノ作、1537年、ウェスパシアヌスは、もともとユダヤ戦争を鎮圧するために派遣された軍司令官であったが、シリア総督で名声のあったムキアヌスの支持を取り付けることができた。ウェスパシアヌスはユダヤ地方を鎮めることで皇帝に求められる軍事能力を示し、帝国の食料生産の半分を担うとまで言われたエジプトを支配することでローマ全体の食を抑えたのである。オリエント一帯を安定させたウェスパシアヌスはムキアヌスに一軍を預けてバルカン半島を北上させ、ヴィテリウスのいるローマ攻略を目指した。しかし、ムキアヌスは、ダキアニティ民族の侵入に対処するため一次進軍を止め、その間に、ヴィテリウスに対して、恨みを持つマルクス・アントニウス・プリムスの軍団兵が、再びクレモナでヴィテリウスの軍を撃破、雪辱を果たす。勢いに乗ったアントニウス・プリムスの軍団は、ローマを占拠、ヴィテリウスを殺害した。そして数ヶ月後、異民族の侵入を退けたムキアヌスは、ローマに無血入城を果たし、混乱に際して炎上したユピテル神殿を再建して、平和の復活を宣言。最後に、ウェスパシアヌスが皇帝としてローマに入った。紀元後70年、ウェスパシアヌスの長男であるティトゥスが指揮するローマ軍は、エルサレムを陥落させた。ユダヤ軍の残党は、マサダへ逃れた者の少数であり、エルサレムの陥落により、ローマを揺るがした、ユダヤ戦争は事実上終結した。また、ゲルマニアで勃発した反乱についても、クイントゥス・ペティリウス・ケリアリスが指揮を取るローマ軍が反乱軍を各地で撃破し、キウィリスは降伏。これにより内戦は一応の終結を見た。260年から274年まで存在したガリア帝国とは別物。ありがとうございます。